ひろきと緑の音楽に魅せられて、皆さん、ごめんなさい、こんにちは。最初から噛んじゃいましたね。でも、まあ、ね、まあね、よくあることでございます。はい。はいはい、ですね、またお便りいただいてますね。源さんですね。前回もありましたね、源さん。いや、いつもくださってね、ありがとうございます、いつもね。本当にお便りありがとうございます。はい、じゃあ、先に読ませていただきますね。はい。はいはい、最近は、自転車、調子良いよ。いいですね、いいですね。パンクもしないでね。うん、でもね、うん、先生、うん、自転車乗っていて気になることがあるのよ。うん、信号無視したりね、携帯片手に持ったり、この間、うん、携帯見ながら乗っているやつが歩いている人にぶつかりそう。うん、危ねえよな。うん、どう思う先生っていう。確かに確かにっていうか、本当絶対これね、危険なんですよこれ。今結構みんなやってますよね、これ。あ、そうですか。僕は、ね、よく見ますよこれ。僕はやらないな。いや、僕やんな。若い人やってるの。うん、やってるやってる。あの、こう見ながらね、あの、そ、携帯ばっかり見て、うん、だから電信柱ぶつかりそうだなとか、例えば人にぶつかりそうだなと。今日も現実ですね、はい、みどりさんをですね、はい、駅までお迎えに上がるときにですね、はい、女の人なんですけど、はい、高校生ぐらいの人でね、ちんたらちんたらこう前をふらふらね、あの、道の真ん中走ってるから車が通れないんですよね。はい、してなんとか右に寄って抜いたんですけど、したら携帯片手にこんなことやって見てるんですよ、運転しながら。危ないですね、危ないですね、本当。先生、ちょっとごめんなさい、はい、話ちょっと続き、うん、はいはい、後にちょっといいですか。最初に一曲入れましょうね、うん、そうですね、ごめんなさい、お送りいたしましょう。はい、すいません、みどりさん、これですよ、これ、はい、これ配信になりましたね。はい、すごいですね、ダムの配信、うん、されてますよ、ね、ありがとうございます、ね、本当によかった、ね、私も嬉しくて、ね、はい、聞いていただいて、はい、覚えていただいて、そして歌ってもらって、歌っていただいて、はい、いいですね、はい、お送りいたしましょう、はい、燃えるこの夢。燃えるこの夢。
固く心は結ばれて黒を二つに分け合って支え励まし生きてゆくあなた私はい、ありがとうございます。いいですね。ねえ、自画自賛しちゃいましたね。私ももうほんとこの歌、大好きなんですよ。よかった先生。よかった、ね、よかった、ね、どうしようかと思ってたんだよね、これ ね、 これね、もうぜひね、これもカラオケでね、みんな歌っていただきたいと思ってます、ねね、で先ほどの続きですよ先生。そうですね、これ先生にどう思うって、ね、もう私はね、もうその行為はやっぱ、危ないです。危ないですね。本当に危ないです。あ、です。私もよく見かけますけどね。やっぱりあの電車の中でもそうだけど、結構危ないよね。危ない。携帯見ながら本当によくないです。結構人にぶつかってるもんね、もう結局電車とかは。もうだいぶ昔ですけどね。同じ自転車乗っててかかってきちゃうんですよね。ああ、自転車乗っててね。こっちはやる気はないんだけど、かかってきちゃったから、これね。出っ張って取って、やっぱ取らざるを得ない、ちゃんと止まればいいんですけどね、だからそのまんまはいはいなんて出たらちょうどおまわりさんがいてタイミング悪い。いや本当にやっぱ あるいやいやいやでしょうね。タイミング悪かったね先生ね。ありますよね、あのね、信号無視で私も前なんか見ましたよ。自転車の方がやっぱり携帯見て、あの警察の方が止められて、信号無視でやっぱり携帯見てて信号無視。信号無視はね、本当、危ないです。ね、ほんで警察がやっぱ見張ってたんでしょうね。で、やられてましたよ、やっぱり。あのね、やっぱし車は信号があると、信号青だと、ね、進みますからね。赤だったら止まる。青は絶対進みますから、そこにね、自転車で入ってきちゃったんじゃね。ですね。やっぱりこういう時は、自転車乗ったりするときは、やっぱり電話は出ない、しない方がいいですね、やっぱりね。かかってきても出ちゃいけないし。ね、どっか止まってや、するとかね。そうそうそう。そういう、ほら、みんな、わかんないんですね、そういうエチケットみたいなものはね。いや、みんなね、やっぱついでに、まあちょっとだからいいかとかね、なるんですよ。ついついね。急いでるからとかね。急いでるから取ろうとかね。なるんですよ。焦りでね。でも気をつけてほしいですよね、これね。ぜひ気をつけてくださいね。はい、それではですね、はい、このね、先ほどお送りした燃えるこの夢の、はい、本来 A 面にした、いつもね、かけてますけど、はい、聞いていただいてますけど、はい、このまま続けてお送り、はい、お聞きいただこうかなと思います。はい、そうですね。ね、はい、お送りしましょう。はい、レンゲソウ。違う。
てたい花の深井、はい、ありがとうございます。ねえ、源さんいつも本当にありがとうございます、うん、ねえ、ね、そうか、源さんは自転車調子がいいんですね、今ね、調子がいいんですね。この間、この間ね、うん、何ヶ月か前ね、パンクしてどうのこうのって源さんぼやいてるお便りもそうです、ね、いただきましたよね、はい、うん、まあ調子いいんですね、今ね、うん、よかったです ね、 ね、やっぱ自転車も人間と一緒ですね、やっぱり壊したりするんですね、体調が悪くなったり ね、 かね、どっかでやっぱ釘拾っちゃったりとかなんかあるんですよねそうでしょうね、うん、うん、ほんとね、私の友達も昨日なんか自転車がおかしくなったって言って、うん、自転車行って、うん、なんか3000何歩取られたとか言ってたから、うん、あ、もう、うん、しょうがないですよね、しょうがないね。で、自転車すぐそばに自転車屋さんがあればいいんだけれども、 ないときはなかなか見つからなかったりするから ね大変ですよね、うん、で乗っちゃいけないんですよ、パンクしたら。でしょ、うん、あのタイヤがね、無理して乗ってましたね、ポンポンポン言ってなんか言ってましたよ、走らないしね、うん、それとあの実際ゴムが全部そのリムの角っていうかね、 あれでみんなもう傷ついちゃって ね、うん、タイヤ自体ダメになっちゃいますよ ね、 ね、だからダメになったんでしょうね、うん、多分ね、うん、無理して乗ってたんでしょうね、ボコンボコンで、うん、乗っちゃまずいんですよ、ね、車だってそうですもん、うん、無理してパンクしてるのにね、うん、そのホイールがもうぐちゃぐちゃに変形しちゃってね、あ、もうそうですよね、とんでもないことになっちゃいますからね、うん、やっぱパンクはまあしょうがないですね、つきものなんだけど、ただまあ携帯だけはねちょっと気をつけてほしいですね、やっぱり自転車乗った時は ね、 ね、こればっかしはね、うん、ね、自転車乗ってる時とかはね、うん、特にね、自転車危ない、うん、危ないね、本当ね、うん、ね、ね、もうそろそろね、まあ、今日もうお別れになってきましたね、時間が近づいてきましたね、はい、ちょっと最後にですね、はい、ちょっと元気のいい歌をお送りす、はい、したいなと思ってるんですけど、はい、いかがでしょうかね、はい、うん、ぜひ、といえば、はい、何でしたっけ、赤コッコでしたっけ、そうですね、はい、これね、タイトル鳥なんですけどね、赤コッコってね、うん、でも漁師さんの歌なんですよね、実は漁師さんの歌なんですよね、うん、結構ね、元気の出る歌ですから、はい、ぜひぜひ、はい、聞いてみてください、はい、お送りいたします、はい、赤コッコ